ミネクラフト、ジャバエディション、902月10日誕生日の方おめでとうございます。素晴らしい、ハッピーバースデー。どうも、俺って存在していいんですかね。ちょっとね、どうも俺です。今日はね、こちらのマインクラフトをやっていくんですけど、まあ普通にサバイバル生活をすると思ったあなたは負け組です。今回は何をするかと言いますと、サムネとタイトルにも載ってある通り、ウサギに襲われたいと思います。なんか違う、なんか変な解釈で、なんか特殊性癖をお持ちの方みたいになっちゃうけど、違うから、こっちを見るんじゃない。羊なんだ。いや本当の俺見てきた、怖っ。何こいつ。まあそうだね、ウサギに襲われると言いますと、まあ、何かってわからないじゃん、ウサギに襲われるって。え、何言ってんのこいつってなるじゃん。なんかね、とてつもないウサギが湧くような世界になりました。怖っ。もうマジで本当にウサギが無限に湧いて、でもそのウサギめちゃくちゃ強いんですよ。しかも俺から倒そうとしても倒せないウサギが湧くようになります。もう早く見たいでしょみんな、ウサギを。分かった、見せてあげる。まずですね、こちらのスラッシュ打つでしょ。で、不思議な呪文見て、これなんかいろいろ表示されて分かんないと思うけど、こうやってリロードって押すと、やばいよ、やばいこと起きる。いきます、いくよ。マジでもうこれを押したらもう後には引き返せないからね。いきます、せーの、ポチ。来るぞ、来た来た、なんか意味わかんない、ほら来た、こいつやばいですよ、このウサギマジでやばい、マジでやばい。そうそうそう、マジでほら、やだ、待って、めっちゃ湧いてる、ほら死ぬ。あー、もう死ぬわ、ごめん、もう死ぬわ。待って、ちょっと一回逃げて、まずとりあえずね、木を買っていこう。まずね、木枯れるのかなこれ。やばい、これ湧いたじゃんね、木枯ろう。待って、木枯れるかな、木借りたいんだけど、借りるか、木借りたいな、借りるかな、借りるか。オッケー、1マス、まあとりあえず1マス取ったから、1マス取ったから、これをクラフトしていきたい。クラフトできるか、クラ、ちょっと待って、一回落ち着こう、一回落ち着いて、危ない、匂いやばい、ちょっと待って、無理だぞ、これ無理だ。いや、いける、こうして、よし、オッケー、よく作った、金曜日、あかん、死んじゃうから、まず、あの、羊にさ、肉の盾になってもらおう、お前、肉盾な、よし、肉盾、お前、消えた、あ、湧いた、ちょっと、ね、何この世界、どうしよう、みんなどうしたらいい、これ、俺、逃げることしかできない、見て、俺のハート、なん、もう、なんか、小指で触れたら、行ってしまうわ、天国に、どうしましょう、ねえ、ほんとにまずい、湧いてる湧いてない？あれ？俺助かっ、やっばすぎ。ポピー取っとこうか一応。ねえ、いや、ゾンビ！待って、ゾンビもまずいから一回離れよ。一回こっか。だからさ、俺海に行けばいいんじゃない？普通に。海行ったらさ、湧かなくなりそう普通に。え？これ、俺もう勝った？これもしかして？あ、勝ちました。もうこれから。海で生活しようと思います。もう僕は魚人です。俺は魚なので、もう誰も話しかけないでください。もうさ、勝ったやん、必勝法分かったから、とりあえず作業台作って、木もうちょい欲しいな。でもウサギ湧いちゃうんだよね、こんな風に。うわうわ、湧きすぎ、うわ、木の上まで湧いてるけど、やばいやばい、なんか降ってきてるわ、なんならウサギが。大丈夫か、ウサギ怖いぞ。オッケー取った。待って、お前もまずいけど、ちょっと待って、一回海に避難しよう。オッケー待って、いける、こマジでいけるじゃん今回。いや、うん、どこをどう見てそう思ってるのかが知りたいけど。カメちゃんどうしたの、楽しいね、カメちゃん泳ぐの、竜宮城まで連れてってくれるのかい。待って、死ぬ、そんなことしてる場合じゃない、死ぬ、あ、来てる、なんなら、いや、ちょっと待って、一回この木をちゃんと木にしよう。こうして、オッケー。で、あとは作業台を設置するだけなんだけど、これワンチャン海の中に設置するか。賢くないこれ。あ、マジ賢いじゃん。で、棒を作って、でよ、とりあえず、待って、一回、待って、死ぬ。あ、助けろ、オッケー。もうちょい木欲しいんだけどな。どうしよう。木枯れないかな、もうちょい。木買って、とりあえずピッケル作るか。ピッケル。オッケー。
オッケー、ここら辺まで来れば大丈夫でしょう。オッケー、大丈夫、任せて、任せ、待って、やばい、やばいかも。なんか、動いとこ、動いといて、オッケーオッケー、オッケー、勝ってる、勝ってるわ、今勝ちました、ありがとう、みんな、勝った、お、俺を称えてほしい、みんな。マジでこれさ、え、これ賢くない？本当に。これで、まず、ツラハシを作るじゃん。やべ、二つ作っちゃった。まあ、いいや、死ぬ、死ぬ、オッケー、マジでいける、今回いけます。まずいなこれはまずいな。何の映像なんですかね、これ。とんでもないことになってますね。何ですかこれ、運動会始まってる、もしかして。なんか俺の知らないとこで運動会始まって、これ俺幼稚園児の先生になっちゃったんかな。とんでもないことになってますね、これ。あらー、あ、待て、うさぎちゃん、待てよ。オッケー、待てよ。オッケー。遊んであげるから、ちょ、遊んであげるから、待って。うわ、やっば、ああ、もう地獄です、これはもう。ああ、ダメや。待って、馬、乗らせろ。馬、待って、馬の力を借りるしかない、本当に。待って、ああ、ちょっと、ああ。とりあえずベッド作るか。暗いからベッド作ろう。で、羊狩るだけ。あとは羊狩るだけだ。羊よー。いた。いや、まずい。死ぬ。あー、もうダメだ。もう地獄だ。ここは地獄です、皆さん。木の上逃げる。とりあえず。オッケー。土取ったから、一回とりあえず木の上逃げよう。これ、マジ賢いと思う。オッケー。いや、ダメだ、これ。あ、待って。もう。もう喋ったら死ぬ。ほら、一回雑草買って小麦の種で懐かせてみる。ワンちゃん無理ですよね。すいません。死ぬ。ああ、もうすっごいね、キルペース。何。待て、とりあえずさ、木ぐらい切らせてよ。お願いだよ。ウサギくらいさ、俺の考えることわかるでしょ。え、本当に来なくなったじゃん。え、ありがとう。はい、逃げます。逃げます。こう逃げます。オッケー。俺は上から人類を見下していこうと思う。いや、湧くんよ、ウサギが。木の上でも容赦なく湧く。ウサギって皆さんどう思います？すいません。この状況どうしたらいいですかね？待て、これ閉じこもるか？木の中に。こうして、ここ塞いじゃえばいいんだよ。勝ったやん。これじゃん、攻略法。みんな勝ったわ。これだわ、攻略法。もうこれウサギ湧かないもんね。あ、勝った。あ、ガチで勝った、これ。あ、ごめん。あー